はいどうもこんにちは、ロッテです。ということでね、本日もスプラトゥーン2やっていくわけですが、本日はねスプラスコープ×ペナアップギアやっていきたいと思います。まあ、僕普段からガチマッチ潜ってる時スプラスコープ結構使うんですけれども、まあ、大抵の場合だけど、チャージャーって大体2チーム1人ずつ分かれるじゃないですか。まあ最近だと自己編成結構ありますけど、まあね、そういう時に相手にリッターがいるとね、大体みんなペナップギアを積んでるんですけれども、スプラスコープとかスプラチャージャーだった、まあスプラチャージャーはちょっと射程短いから、まあ、ペナップ積むような武器ではないかもしれないんだけど、スプラスコープでもね、ペナップ使ってる人ってなかなか見ないんだよね。でも僕個人としては、別にペナップこいつにつけてもなかなかやれるんじゃないかなと思ってるから、ちょっとやってみたいと思います、今回。それ試してみたいと思います。で、必戦やれたけど、あ、そこのチャー俺が落としたいな。あ、下手だった。順当に下手だった。じゃあやるか、あれ。あ、着地かーい。マジか、うまいな、その着地。いいね。どうしようかな、必戦来たな。あ、ナイスナイス、あ、打ち。いい、あ、打ち、それ。どうしよっかなー。いやー、ハイペル打ちたいんだけどさ、この状況で僕、キル取れる気がしないんだよね、ハイペル打っても。だから塗っとくわ、とりあえず。とりあえず塗りだけ固めとく。いや、どこ行った？最後。あと一発ぐらいだったと思うんだけど、しくったー。とりあえず必戦落とすわ。で、とりあえず必戦落として、もう一回行く。おー、怖っ。チャーク、え、でもあれスクイックリンだよね。絶対届かないよね、ここ。ここ届かないから別に怖くないんじゃね？ナイス。で、アシストキルって別にペナップの効果発動しないよね。僕、あんまりペナップ、ね、あんまり使わないから、なんで今日ペナップ持ってるかっていうと、僕、アイコン変えたじゃないですか。その服装がね、まさにこれなんですよ。この帽子とこの服のギアなんだよ。で、ペナップで書いちゃってもらったから、ペナップ使わないと申し訳ないなと思って、僕、ペナップ縛りになっちゃったんですよね。これからスプラスコープ持つとき。っていう、ちょっとまずい状況なわけでして。まあ、でも、ここでね、ペナップが強いってことを証明できれば、なんとかなると思うので、てか、やばくねこれ。これ僕がここ見ないとやばいよな。絶対ボールと詰めてくるもんね。だから、ここにボムを置いとけば引っかからないか。ちょっと待って。やばいぞ。これ、泥沼戦争始まったぞ。とりあえず、やったけど、ボールドどこ？あー、ボールド。で、着地して、やって。で、そこ、北斎ナイス。あと、スクイックリンか。スクイックリン別に一人で突っ込んでこないと思うんだよな。チャージャーで、だよね。逃げてるよね。だいぶあれ。だいぶ逃げ腰だから、ここ詰めて勝てると思う。ナイス。オッケー。味方強い。で、カウントリードはされてないとは、ちょっと待って。あぶね。ナイス。カウントリードされてないとはいえどね、ちょっと怖いよね、やっぱこのカウントは。右行く？どうする？右見た方がいい俺。ちょっと味方の動きに合わせよう。やれないな。相手動き早いな。よいしょ。てかね、チャージャー使いながら喋るのがめちゃくちゃ難しいんだよね。てか今右だな。ちょ、右やった方がいい気がする。ちょっと待って、やば、早すぎでしょ。早すぎ。早すぎるんだけど、このボールド。動きやばい、マジで。いやー、ごめん。もらっちゃった。すまない。頑張ってくれ。あ、ナイス。今のボールドが着地入ってくれたからよかったな。今、多分ボールドがワンチャンメインでそのまま戦い続けてたら、相打ちか、もしくはうまく逃げられたかもしれないけど。着地入ってくれれば多分必戦一番やりやすかっただろう。これもう僕入れちゃって勝ちかな。ペナップだけど突っ込んでもいいかな。ここはカウント稼ぐわ。あー無理か。まあいい、オッケー。僕のハイプレなんてどうせ防御に使ってもあんまり生きないから、まあ、ここは入れに行ってよかったんじゃないかなと思う。ハイプレ上手い人だったらあそこ貯めるのが正解だと思うんだけど。よし。で、必戦をおちょくって言って、みんなでやろうぜ。よし、あ、まあ、いいでしょ。必戦にね、ペナップかけれたら全然 OK。俺のハイプレ永遠にたまんないけどね、こんなことしてたら。で、右サイ絶対いる気がするな。なんかいるよね、絶対。いない？マジいない？絶対こっちから来るわ。こっちから来るよ。入れに来るよ。イエーイ、ちょっと待って、上がってきて。俺、あー、くそ。キルログ3つ出したかったんだけど。イエス、あれ。まだやれてない。いやー、どっちからやろう。わかんない、どっちやればいいかわかんない。これ。
ちょっと待って、俺死ぬ、死ぬて、死ぬ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 て、死ぬて、死ぬて、死ぬて、それ死ぬて、死ぬて、それは頑張ってくれ味方、ナイス。そして最後も味方が決めていった勝ちですね、これはナイス。よし、ホッケフトを引いた。ホッケフトだったらどんだけハイプレが下手くそな僕でもなんとかキル取れるんじゃないかなと思うからね、ちょっとやっていこう。お、割といい編成なんじゃない、僕は好きこの編成。やっぱスプラスコープ、相手のスプラスコープ何だろう、あ、ペナペサス、何あれ、サーマリンク、何あれ、リベンジ、なんだっけあれ、リベンジか、リベンジか、いやー面白いな、ペナアップ対リベンジか、リベンジで合ってるかどうかも分かんないけど。でね、ここ絶対チャーが落ちるわけにはいかないんだよね、だから最初は後ろ目で立ち回って、お、右抜かれた、まずい、右絶対敵いる、いるね、いるね。ちょっと待って、これ真ん中入ってワンチャン右、あ、来てる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 、めっちゃ近い、めっちゃ近い、まずいね、ここ非常にまずいかもしれない。いや、相手がうまくな、この横向きの通路って、何言ってんだ、横向きの通路的なところを利用して攻めてくるから、うまいわ、抜きにくい。でやられちゃった、まずいねこれは。さっきから右サイがだいぶ相手に占領されてるんだよな、右押さえなきゃいけない。ただうまく顔出してくれないんだよな、相手のシューターも。やっぱこういう時にリッターじゃないって結構きついかも、射程が足りないし、エイムがただ単に合ってない、ただ下手くそなんですね。どうしよっかな、これきつそう、これ俺がやれなきゃ終わる、いやまず、オッケーやって、いや、やばいやばいやばい、やばい、あっぶねえ、あっぶねえ、今の入れられたらほんと終わるとこだった、マジでよかった、ハンチャ最強。でとりあえず通路だけ塗っといて、ここら辺のアサリももらっとこう、自分で取られるのが一番まずいから。難しい、本当に当てにくいわ、マジでハイプレーって難しいよな、これ未だに2で使いこなせないスペシャル、ジェットパックとこれだもん、本当に難しいんだよな。やれるか、さっきからあのサップにずっと逃げる、あ、じゃあこれ入れに行こう、もここリードしないとだいぶ、ま、ちょっと待って、ナイス、ここ入れに行けると思うんだ、痛い、ちょっと待って、入れれると思うんだ、入れれると、入れれ、ナイス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 、とりあえず持ってた分、持ち分は全部入れてきた、オッケーオッケー。ただこっち防御甘くなっちゃったから、この間に攻め込まれるのが非常に厄介。13、14、16、結構溜まったな相手も。てかめっちゃ上にいるよね相手。いや早っ、動き早すぎでしょ、あんなん仕留めれるわけ、イカ速どうなってんのあれ、いた、やばい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 な、これは非常にまずいことになってきた、めちゃくちゃ入れるな相手。しかもバレルもしっかり攻撃参加してるのがなかなかに厳しいところ。持っちゃおう、もう持っちゃうわ、これ多分相手時差あるけど全落ちしてるから。おっ、ちょっと待って、ちょっと待って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 、あぶねえ、ちょっと待って、これ右サイからじゃないと入れなさそうかといって、入れれるもんなのかねこれ。あ、ナイス、オッケー、入れて、入れてもここ見よう、通路見て、通路押さえよう、相手ができるだけ遅くなるように守りが。上行った上行った、無理だなこれは、ちょっと下がろう、オッケー、やってくれるそれ、あ、割れる、お、ナイス。でリッターは、リッターじゃない、スプラスコープか、いやまず、あっぶね、あぶね、あっぶね、というわけで、復活しました。今のでできれば決め切りたかったな、あと1分戦うのかこれ。あ、持っちゃった。間違えた。今のは本当に持つ気なかった。どうしようかな。いることは知ってんの。いることは。ナイス。これなんかいるな。ここなんかいる？いない。ちょっと待って。敵がどこか本当にわからん。あ、スプラスコープあそこならもうちょっと前出れる。オッケー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 、味方強っ、味方強っ、これ抑え以外やることない、よーし、ナイス、これは味方が完全に強かったやつだね、本当に特に何もしてないわ。てかハイプレって入ったっけ僕。
ホッケフトだったらどんだけハイプレが下手くそな僕でもなんとかキル取れるんじゃないかなと思うからね。いやーすげえ。即割りか。じゃあバブル残してくれたからめちゃめちゃ動きやすかったな。じゃあ4戦目やっていきましょう。3戦目はね、多分一瞬だけリザルト移したと思う。いつもの流れね。よし、やっていこうか。さっき本当に敵がめちゃくちゃ強かったんだよね。本当に、マジ何もできなかったし、さっきの味方さんにはめちゃくちゃ申し訳ないと思ってる。なんか、謝罪の言葉とハンカチでも送りたいわ。でさ、全然関係ないことを思ったんだけどさ、さっきじゃがりこ食ってたんだよね。じゃがりこ食っててめっちゃ思ったっていうか別に、毎回じゃがりこ食うとき思ってたんだけど、あれって見た目の割にめちゃくちゃ内容量多いよね。食っても食ってもなくならないんだけど、大抵の場合1回で食い切れない。なんか、じゃがりこと札幌ポテトのあのさ、棒のやつわかる？札幌ポテトのバーベキュー味じゃないやつ。あれに関しては、なんか見た目以上の内容量があって食い切れないっていう僕の中のあれがあるんですけど。ジンクスじゃないけど。いる？いる？あ、ナイス。お、待って当たったでしょ今。え、マジ？半茶だった。マジか。半茶か。いや、もういいわ。やりきる。ナイス、オッケー、味方、ナイス。ハイドラまで持ってきたいな。ハイドラまでやって、ちょっと待って、来る、スプラスコープ来る。ちょ、さっきからずっとケルビンやれないんだけど。ケルビンやりてー、抜かれた。下手くそだったな、今のこの、ハイプレ打つ前から今死ぬまでにかけてがめちゃくちゃ下手だった。てか、これやばそうじゃない結構。相手が絶対奇襲仕掛けてくるから、ここ僕左守るわ。左をここから見よう。絶対左ルート来ると思う。ここの攻めはね、8割型左ルートっても決まってるから。ただ、じゃあ相手のスプラスコープも見てんな、しっかり。OK、やりいいよね、ここ。ここからだとその下側まで見えるから。ハイドラ絶対届かないから、ここ。どうしよっかな。いいよ、迎えに行こうか、ハイドラ、こっちから。あ、来た。スパン、あ、ケルビンだ。マジか、ケルビンかよ。ケルビンかよ、抜いたと思ったのに。ケルビン、いや、ちょっと待って、本当にきついんだけど、ケルビン。よし、やってやれた。危ない、本当に負けるかと思った。あんな有利対面で負けたらめっちゃ恥ずかしいから。え、マジか。うまい。テキスコうまい。今ので、ちゃんと打ち抜けるのか。ナイス。味方ナイス。いいね。結構攻めっ気あるから、僕もそれに対応していきたいんだけど、ペナアップだから、前に出にくいっていうのはある。いや、これもうどうしよう。飛んで、てか拾っていくか、拾って。できるだけこの、ここら辺にあるのを全部拾って入れに行こう。ありがとう。え、めっちゃ優しい。めっちゃ優しいシールド来た。やば。心の奥底から温まるようなシールド来たんだけど。すご、今の。え、てかない。アサリがない。ちょ、僕もあの味方を助けてあげて、あー、クソ。いや、絶対さっきの味方の分は取り返す。あの味方を倒すなんて許されない。絶対、やばい、スプラスコープが右にいる。ここに置いとけば刺される。ノーイス、いいね。ちゃんとここ。違うか。いや、おお、ちょっと待って、来た。びっくりした、怖い。怖っ、殺戮兵器来た。めっちゃ追ってくんだけど。めっちゃ追ってくる。いやー、追いつかれたか。早いなー、ハンター。まあ、7だからね、まあ、だいぶ余裕はあるから。全員がガチアサリ持ってこようと1回分は耐えれるから。行こう。てか、さっきの攻めのタイミングでも僕がアサリ拾いに行って終わらせればよかったな。だいぶ立ち回り迷っちゃったわ。ちょっと待って。きつそう。どうしよう。あー、やばいな、これ。ちょっと待って。こっちから回ろう。オッケー、やって。で、どうせ左、こっから攻めてくるでしょ。あれ、来ない？あ、来る。くる。やばい。ちょっと待って、本当にあのバリアブルさっきのでトラウマになった。よし、やって。あー、ナイス。今の結構自分なりにはいい感じのボムだと思ったんだけどね。もう味方がやってくれてたわ。よし、やって。どうしようかな。まあいいや。めっちゃ味方グイグイ攻めるね。ノックアウトできるときにもし、下痛い。なんか僕はどっちかっていうとこの状況下だともう守って勝ちたいんだけど、味方は攻めたいのかな。味方に合わせるけど、いいわ、じゃあ、ち
あーでも溶けてるな、左溶けてんのちょっと。あ、ナイス。そのバリアブリアリはめちゃくちゃでかい。それも勝負あったんじゃない？勝負あったと思うよ、そのバリアブリアリで。よし、やって2枚落として、最後1枚ももういない。よし、ナイス。これはなんか味方の攻めっ気が強くて、しかもちゃんと11交換以上は絶対持ってってくれる味方だったから、だいぶ動きやすかったね。てかペナップってこれ生きてんのかな。ペナップってなんか時間湧きにくいからどうなのかよくわかんないよ。なんかすっごいルール変わっちゃったけど、まあいいか。てかペナップ生きないだろうな、ルール変わっちゃうと。ガチヤグラだって、ヤグラの、おお、なんだこの編成、なんだこの編成は。光栄3枚クワット頑張れ、クワットブラック頑張れ、一人で。いやー、じゃ、誰が乗る？いや、俺が乗るのは、俺が乗らなきゃいけないのは分かってんだけど、ちょっとさ、ペナップ活かしたいから、少しだけ乗りやめたい場面があるんだよね。勝てるかな、それ。てか、ここ、普通に射程届かないし、そこは頑張ってもらうしかない。めっちゃ詰められた、めっちゃ詰められた。ちょ、早めにもう、こっち回っとこう。よし、やって、あぶねー！今の外してたらもう終わってただろうな、こっちチーム。やば。ハイドラのキル速ってほんとシャレになんないから、一発目当たったと思ったらもう即死するから。あーやばい、ごめん。あーやばい、ケルビン暴れてんな、これ。ケルビン暴れてるわ。まずそう。非常にまずそう、これは。ちょっと早めに右入って止めたい。いや、やばいな、これ。だいぶ暴れてるわ、ほんとに。でもちょっともうちょっとこっち来てくれなきゃ俺やれない。あ、ハイドラ、なんか。ハイドラ、あ、余ってる。ハイドラ余ってる。ハイドラ余ってるわ。やって。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。で、ケルビン、どうだ？ケルビン。絶対、あ、いるわ。オッケーやって。で、あと一人だね。いや、ちょっと届かない。いやー、無理か。あ、ナイス。アシスト決めてくれた。絶対チャーいるよね、そこ。いない？ああ、いや、そこか。よし、向こうか。で、ナイスナイスナイス。で、ケルビン落としてあげないと、本当にきつそう。ちょ、俺もそっち行く。ごめん。ヤグラ無視してたわ。正直、どう立ち回ればいいか微妙なとこなんだよな、光栄3枚って。光栄3枚って本当にな、なんか、つかめない。何もつかめない。わからない。どう動いたら正解なのかが。で、これはもう乗りたくない。乗れない、てか。止めるために一回乗るのはありだけど。ナイスナイスナイス。もう俺がもう後ろからバシバシ抜いてあげるか。逆にそっちの方がいい気がしてきたもん。かといって、ちょっと待って。詰められる。これ絶対詰めてくる。絶対詰め、ナイス。ナイスナイス。そこ、位置取りしてくれてるのでかいな、スピナー。で、ケルビンが、あそこね。とりあえず、ボムで様子見て。やっ、詰めてくるな、これ絶対。永遠にここ張ってよ。ちょ待って、ちょ待ってくれ。本当にめちゃくちゃ静かな試合になってきたぞ、だんだん。やば、危ね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 、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、ちょ、あ、一気刺して、あぶねー、あぶねー。なんとか、多分ケルビン乱数だろうな、今。乱数が外れてくれたからよかった。本当助かったわ。え、いた、なんか、あ、後ろ、いた、痛い。ケルビンが大暴れしてるわ、この試合、本当に。ケルビン止まんねえな。ちょっと待って。絶対俺が抜かなきゃダメ。硬直の時に俺が抜いてあげなきゃ。どこだ？ケルどこだ？どこにいるケル？あ、いた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 。ちょ、俺が抜く。絶対抜く。ハイプレ来たー。いや、倒す。俺が倒す。倒す倒す倒す。絶対倒す。絶対倒す。いた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 。いやー、うめ、ナイスナイス。ってか、うまいな、ほんとに、あのケルビン。めちゃくちゃうまい。よいしょ。危ない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 。痛い痛い、ちょっと待って。よし、オッケーオッケー。危ねえ危ねえ、潜伏しててよかったー。あー、危ねえ。なんだ今の、なんだ今の。ちょっと待って、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。
やばいか。うわ、集めてくる。やばい、ちょっと待って、逃げよう。もう死なない。絶対に死なない、絶対死なない。できるところまで引こう。引くときは最大限まで引く。それがペナップリッター、リッターじゃねえよ。ペナップスプラスコープのやり方。はいはいはい。いやー、ここもね、別に止めてもいいんだよ。顔出してと、よし、これ。射程内に入るまで待った方が得策だね。で、俺の位置バレたね、これ。確実にバレた、あ、バレてない。ちょっと待って。どうしようかな。どうしようかな。いるな、ケルビン。そこな。よし、ケルビンやれば終わる。ケルビンやれば終わる。この試合は。ケルビンやれば。よし、ナイス。いや、まだ生きた。いや、ちょっと待って、ごめん。あんなところでハイプレ吐くべきじゃなかった、てか。いや、マジごめん、マジごめん。ナイス。俺、絶対最後の判断ミスったな。絶対ハイプレ吐かなくてよかったわ。あんな距離で。でも、なんとか味方が勝ってくれて勝利と。いやー、ありがとうございました、味方。では、今日はこの辺でおさらいをしましょう。最後の試合なんかめちゃくちゃ微妙だったけど。では、ありがとうございました。バイバイ。